ブラー・ウォック出身のプロ野球選手。宇藤右内。MLB のオークランドアスレチックス所属。愛称はブラッキー。2012年の MLB ドラフト一巡滅違法でシカゴカブスから指名され、プロ入り。契約後、参加のルーキー級アリゾナリーグカブスでプロデビュー。9試合に登板して2勝0敗、防御率3.48、13奪三振を記録した。 2013年は A-9 ボイシホークスでプレーし、13試合に登板して2勝3敗、防御率3.33、38奪三振を記録した。2014年は A 級ケーンカウンティクーガーズでプレーし、24試合に先発登板して9勝4敗、防御率3.23、75奪三振を記録した。2015年は、 a 級マートルビーチペリカンズでプレーし、18試合に先発登板して7勝5敗、防御率3.11、63奪三振を記録した。2016年は a 級テネシースモーキーズでプレーし、18試合に登板して6勝4敗、防御率3.17、72奪三振を記録した。2016年7月20日にマイクモンゴメリー、 ジョーダンプライーズとのトレードで、ダンボーゲルバックと共にシアトルマリナーズへ移籍した。移籍後は、参カの AA 級、ジャクソンジェネラルズでプレーし、8試合に登板して3勝1敗、防御率3.54、27脱三振を記録した。移籍前を含めた2球団合計では26試合に、登板して9勝5敗、防御率3.27、99脱三振を記録した。 2016年11月12日にダニー・バレンシアとのトレードでオークランドアスレチックスへ移籍した。直後の11月18日にルール5ドラフトでの流出を防ぐために40人枠入りした。2017年は開幕を参加の AAA 級ナッシュビルサウンズで迎え、7月1日にメジャー初昇格を果たした。同日のアトランタ・ブレーブス戦にて先発でメジャーデビュー。 次の当番となった6日のマリナーズ戦では7.2回を1失点の投球でメジャー初勝利を挙げた。2021年2月23日にミッチモアランドの加入に伴ってディフェとなり27日にマイナー契約で AAA 級ラスベガスアビエーターズへ配属された。この年は5月のマイナーリーグ開幕から AAA 級ラスベガスでプレーし17試合に 投板して4勝7敗、防御率4.97,80奪三振を記録した。8月18日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。以降は先発ローテーション入りしてシーズン終了までメジャーに帯同し、旧試合に先発登板して1勝4敗、防御率5.87、26奪三振を記録した。ツーシームを主体としており、それに加えて、 スライダー、フォーシーム、カーブなども投げる。ありがとうございます。